本日のお会計、2日は電車内で過ごせる。どうもエリチビでーす。今日も多分不思議空間って言われると思うんやけど、今日はなんと実家に帰ってきました。東京にいたからさ、ニコニコ。今日はね、駅弁をたくさん買ってきました。それをね、食べていきたいと思います。ではマグロイクラ弁当、これめっちゃ気になってて、ずっとチキン弁当、なんかよくテレビで見る、まあ普通の幕の内弁当、ヒレカツサンド、これめっちゃ可愛くない？ E7 系弁当で、定番シューマイ弁当、とんかつ弁当、早速食べていきたいなと思います。いただきます。でね、もう感動の再会をしてたのよ、ポテチと。で、サスケはなんか悪さをしてお母さんに怒られて、今ゲージに入っております。泣いております。カツサンドから食べていこうかな。実家ってなんでこんなさ、実家感丸出しなんやろな。実家やからちゃう。いただきます。やわらか、帰ってきて速攻食べてるからさ、割り下ない。自分はそこに置いたんやで。何食べようかな。幕の内弁当を食べていきたいと思います。美味しそう。はい、こんな感じですね。幕の内弁当めっちゃ美味しそう。で、このお味噌汁は昨日私が作ったお味噌汁持って帰ってきた。もう最近さ、お味噌汁の中に生の生姜を入れるのすっごいハマってる。あ、気づきました。そういえばトレーナー黒を頼んだつもりがさ、白やった。なんで黒がいいかっていうと、汚すから。食べ物でめっちゃ汚すね、私。母さんにさ、汚しの天才って呼ばれてた、ちっちゃい頃。今、大きいけど。大人になったらさ、自分でさ、汚したやつさ、洗わなあかんじゃん。さ、汚し洗う天才になった。マジで美味しい。平和やわ。昔はさ、実家がさ、田舎の方にありすぎてすごい嫌やったよ。遊びに行くのに不便。今となればもうのどかで最高よ。平和やなと思う。まあでもお母さんせっかちやから全然のどかではないんやけどな。
うん、この肉団子マジで美味しい。東京に行ってて、こたつ欲しきを実家に合わせたなんかもかったのか。だから感動の再会だった。求愛がすごかった。次はチキン弁当ね。こんな感じ、チキン弁当です。え、見て、これウインナー、こんな袋が入ってる。すげえ、感動してる。こんな風に入ってるの、すっげえ。そこまでか。うん、マロン登場。はい、シューマイでーす。よく見るやつね、このシューマイ弁当。うーわ、ついな。さすが汚しの天才。辛っ。うんうんうん。ママ、横でご飯食べて。食べりながら食べよう。このシャッカ大きくない？大きいな、おいしい。うん、しっかりしたシャケやな。それな、うん、結構分厚くない？美味しいよ。うん、これ塩は後でかけた？かけてない。うん、よしっかりしてるわ。うん、味ついてるわ、しっかり、うん、これめっちゃ可愛くない？うん、何かが入ってるんじゃん。おもちゃ？うん、マジで。うい、サスケかおもたは。ケチャップかけたらよかったな。うん、もうね、カロリー取るわ。カロリー、カロリー怖いんですけど、カロリーとか今さら。いくで、いくで、うん。うわー、子供弁当最高、美味しそう。見てー、子供弁当みたいな。これ何？シュークリームかな。冷静なツッコミ。テンション上がるな、やっぱお子様のやつは。夢踊るみたいな感じ。それを持って帰って、その中にお弁当今度詰めて。あ、そういうことね、うん、なるほどね。違うって、それすんのうちだけやって。違うって、ほんま？え、みんなそうするの？コメントで教えてください。それにご飯入れてあげたら晩ご飯やら食べるんちゃう？喜ん。あ、見て、ポテト入ってるこれ、うん、お弁当が一番好きやったな、今も昔も。あれ、お弁当ってさ、あんな無駄に美味しく感じるんだろうな。無駄ってなんや。
冷凍食品詰め合わせでも絶対美味しいな。なんこれ、カスタード入ってる。みんなにさ、太らないんですかみたいな、まあ、よく聞かれるんだけど、安心してみんな。久しぶりに体重計持ったらちょっと増えてた。そうしたら負けと思って私はこれを食べます。これはおかくよ。うん、おいしい冷たすぎて草。感情を体で表すタイプ。さ、お弁当のさ、梅干しがついてた、この部分梅干しがついてただろうなっていう部分がめっちゃ好き。ネットから買ってくれる人いるよな。ちなみに実家のマロンくんですね。最後マグロイクラ弁当です。急に鼻水止まらへん。タイミング良すぎ。そんなこんなで食べ終わりました。久しぶりのね、実家を満喫したいと思います。では、ごちそうさまでした。